かになってる。おー、あれか、あれか。熊本市松尾町志向津地区には昔から勇壮な日の神祭りが守り伝えられています。毎年10月14日の夜に行われます。この鹿島神社は西暦893年、それまでのお宮に新しい神武三日月の斧の神を迎えて創建されています。シイラギの海賊たちがこの893年に川尻と秋田軍の川尻とここを襲撃したんですよ。その時に、住民たちが火を投げてそのシイラギ黒人を撃退したという由来がある。午後8時サイレンを鳴らして日の神祭りの開始を知らせます。黒ずきん姿の若者たちが今夜の祭りの主役を務めます。攻め手側である海賊役は結婚している若者たちが務めます。漁民役の若者たちは火傷しないよう完全武装で臨みます。地区の住民は日の神祭りが始まるのを今か今かと待ちわびます。由来では砲撃を受けた漁民側が火を使って反撃したとされていますが、この火祭りでは逆に海賊側が火攻めを行います。いよいよ火のせめぎ合いが始まりました。守り手の若者たちは海賊側の火の攻撃を必死に防ぎます。まさに戦場そのものです。見物人たちは破年か破年かと守り手の若者たちを激励します。次々と投げ込まれる火のついた枝は600本にも及びます。火攻めが始まっておよそ20分後、双方の火のせめぎ合いはようやく終わりました。
沈みの戦いが終わると境内に別の場所で組み立てられた妄想だけの大きな櫓に火がつけられます。地区の住民はこの大きな櫓の火に当たることで厄除けになると信じています。今年の火の神祭りも誰一人やけどすることもなく火事も発生せず無事に終わりました。